はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。はい。名字でね、調べてはいけない名字って、たまにその YouTube などなどで見たりとかするし、ね、ある芸人さんの名字は、調べてはいけない、お前は調べちゃいけないぞっていうふうに言われて、ちょっと調べようかなと思ったけど、やっぱやめとくっつって、いまだにやめ、ね、調べてないっていう、まあ芸人さんがいて、まあ大変みたいですよ。ご本人が調べてなくても、そのファンの人たちが調べて、こういう意味らしいですよっていうのがね、コメントなんで、まあ流れていたりとかしてて、何調べたのとは思っちゃうんだけどね。調べたくないっていうか、まあ、知っちゃってるからさ。でもちょっと霊感がある方らしくて、まあ、そうじゃなくても、どっかしらで、まあまあ、わかるんだろうなとは思うけどね。でも実際自分も、その名字についてっていうか、由来というか、そういうのもやっぱ知りたいなっていう部分はあったりとかしてて、自分の先祖ってどういう人なんだろうとか、あと、自分の先祖じゃないや、前世か、前世なんかもどういう人なんだろうっていうのも知りたいなとか思っちゃったりとかしています。やっぱそういうのをさ、見れる人もやっぱいるんだろうけど、やっぱ話半分でがっつりその人のことを信じるかっていうと、っていうのもあるんだけど、でもまあね、知りたい、ちょっと知りたい、どの家系なのかっていうのも、まあ農業系だと思う。そのうちの本家っていうのは農業をやっていたりとかするんで、まあそれかなーとか思うんだけど、やっぱずっと辿っていくと本当に農業に従事してたのかっていうのは分からん。たまにさ、ほら、落ち武者じゃないけど、もともと武士だったんだけど、武士でちょっとできないんで農業の方に行ったとかね。っていうのはあったりとかしてて、まあそういう意味で、そういう意味でっていうか、そういう感じのね、部分もあるのかなとは思うんだけど、多分農業でしょう。と思いましたね。皆さんどうでしょうか？ちょっと短いですけど。はい、以上です。それでは皆さん、さようなら。